どうも皆さんこんにちは。レッドメモリーのレッドです。イチゴです。チョンです。ネコです。ゴッドです。ですね、最近メンバーとのね、撮影ができてなかったんですけど、まあ理由としてはやっぱコロナでね、集まることができなかったので、今回はオンラインで LINE ビデオ通話を使ってみんなと一緒にね、人狼で遊ぼうじゃないのかという、そういう企画でございます。やっ！よっ！よっ！若干ね、みんなとね、1秒ほどラグがありますのでね、そこら辺はご了承ください。まずですね、人狼をするにあたって、人狼が何なのかわからない人のためにね、ざっくり説明をすると、まあ、それぞれのね、今回メンバーが5人いるんですけど、5人にそれぞれの役割を振ります。で、人間側と人狼側、まあ、人狼っていうのが、人間に化けた狼なんですけど、その狼が最終的にゲームがね、こう一日一日が経過していく中で、人狼が一日に一人だけね、人間を食い殺すことができるんですね。で、人狼が最後まで人間を食い尽くすか、その前に、人間がその人狼が誰なのかを暴いて倒すことができればというね、まあ、心理ゲームなので、人間 VS 人狼という感じのゲームでございます。ゲームをするにあたって司会進行が必要なので、今回はね、特別にあのゲームマスターをね、呼んでおります。今日はよろしくお願いします。ゲームマスターさん、よろしくお願いします。お願いします。ではね、今から人狼を始めていく前に、今回メンバー5人ということでね、どういうあの役割があるのかというと、まず村人、騎士。村人って何ですか？村人っていうのは何も能力のないただの一般ピーポーで、続いて騎士です。人狼が1日に1人だけ、人間を襲うことができるので、その時に騎士はこの村人襲われそうだなっていう時に、騎士がその人を指定すると、人狼が攻撃してきても倒すことはできません。そして騎士は自分のことをその選択することができないので、自分以外の人を守ることができます。なるほど。続きまして、占い師。占い師はゲームを始める前に人を指定します。その人が人狼か人狼じゃないかを、判断することができます。このゲームではね、やっぱ占い師がすごくキーマンになってきます。次に狂人です。狂人っていうのが人狼の、味方になります。味方であるんですけど、あくまで狂人というのは、人間なので、狂人が生き残ったとしてもそれは人間側の勝ちです。で、最後に人狼です。一日に一人ずつ、こう食い殺すことができるというね。まあ、これがあのポーカーフェイスができないとね、もうやっていけない役柄でございます。で、あとはですね、ゲームを進行していく上で、ゲームマスターさんに、まあ、いろいろ指示をしてもらうので、あとは皆さん、あの、流れを見てもらいながらやってもらえると助かります。了解。はい。はい。ゲームを始めていきたいと思いますので、皆さん準備はよろしいでしょうか？ここでわかるんだよね。もうここでわかるから、みんなの子を見て。で、あの、3分経ったら会話はもうきっちり止めてください。あ、全員準備できたみたいです。皆さん、顔を伏せてください。それでは、皆さん、顔を上げてください。おはようございます。では、今から話し合い3分間スタートです。いや、みんな、改めて。久しいな。みんな改めて久しぶり。なおなのべ。何しよった？はじめまして。レッドです。いやー、みんな、懐かしい顔ばっかり。そうだね。久しぶりだね。パニック、みんなで。じゃあ、まずはね、やっぱ気になるのは、占い師かな？おい、全然そんなの気にならん。気にならない。何が気になる？何が気になる？ゴッドさんの無表情。体重今、63です。いいなぁ。あ、なんか、役職行ってみて。猫が、猫さん。仕切り出したぞ。猫が仕切り出したぞ。なんかこいつ、普段と喋り違う。あと、うん。どうした？どうした？僕は村人です。なぁ、急にそんなこと言い出したやつちょっと怪しいよ。怪しいな。待って、3分やったっけ？ 3 分。どんどん行こう。もう無駄な時間が多いぞ。いちごさん、いちごさんは役職を。俺から？うん。俺村人です。はい？はい？ゴッドさん。村人です。レッドさん。村人です。チョンさん。
占い師です。誰占った、誰占った、みんなこれ一発で終わるよ。嘘。一発で終わるよ。誰占った、一発で終わるよっつって、なんか一人だけ顔がなんか笑いよる人がおるけど、誰占った、もう分かっとんのやったらもうここで答えよ、終わるやん。待って、うん、え、俺が占い師って誰も占い師で出てこんってことは、俺これもう終わるよ、いい、おう、うん、いちごさん占ったんよ、おう、うん、ほういちごさん、農民な、え、農民、農民、村人やったんやろ、うん、でも人狼って出たんやけど、うん、やろ、だって俺が村人やもん。やろ、だけどイチゴは嘘ついとんな、分かったんよ。おお。どうせこれ、ゴッドさんも嘘ついたよ、そうだったら。そうやな。俺も、でも村人っつったけ、もしかしたら俺以外の人が。確かに。騎士が出てきたらもう、イチゴさん確定で。誰じゃ、どういうことえ、騎士おったよな。え、狂人もおるんだよ、狂人も。あ、狂人手あげて。あげるわけねえ。いや、あげるわけねえ。人狼はあげるわけない。てか、ゴッドさんの情報があんま引き出せないから、ちょっとそれが気になる。うんうん。怖いんで言いたくないですね。え、待って、騎士やってん。騎士教えてた。終了。おい。終了です。では、投票する人のカラーを上げてください。いちごさん3票で、いちごさんの処刑が決まりました。おい、超面白くねえんだよ、おめでした。おめでとうございます、村人。面白くねえ。一発やった。おい、言っていいか、占われたらもうどうしようもねえんだよ、こっちは。俺は狂人なんだよ。ゲームマスターからのアドバイスです。狂人は占いで出た方がいいと思います。おや、そういうことよ。なるほど、なるほど、なるほど。おい、さっきの狂人誰や、言ってみ。人狼のサポートをしましょう。下手くそじゃねえぞ。わかんない、まだちょっと狂人慣れしてないんで。お前出らんと、俺人狼やん。出ない、いや、その、はい、ではゲームが始まります。皆さん伏せてください。では皆さん顔を上げてください。朝が来ました。それでは、今から3分間、おはようございます。試合始まります。スタートです。こんにちは。レッドです。じゃ、いちごです。レッドさん、怪しいな。レッドさん、怪しいな。さっきまでと全然違うもんな。全然違うよな。ま、かき回されるがいい、人間ども。役職よ、役職よ、レッドさん何？僕、村人です。人狼やけど村人でいい？村人でいいよ。村人でいい？どうしよっかな、村人でいいよ。はいよ。うん。ボトさんは？うん、僕、また騎士でした。よくなるね、本当に？怪しくない？3連続嬉しいね。占い師おる？はい、俺占い師やけど。はい。はい、誰占った？ゴッドさん。はい。そう。人狼じゃない。人狼じゃないしかわからんのか、占い師は。そうやな。俺も村人です。俺も村人です。誰かが嘘をついている。どっちかが、やけん、なんかな。あれなんよ。なんかな。狂人か。レッドさんが人狼でいいな。俺を殺すと後悔をするよ、人間ども。お前違うじゃん。俺を殺すと後悔するよ。まあでも逆に言えば、こいつはこういうやり方をしよるだけであって分からんけど、3連続人狼の可能性もあるけどな。でももう本当占い師はチョンさんだけでいいってこと？とりあえずレッドを殺して、とりあえずレッドを殺して、で、人狼じゃなかったら、多分俺が殺されるけん、チョンさんが人狼って。いや、それか俺が殺されるやね。
占いやけんな、うん、俺のね、どっちか今予想としては、守ればいいってことやろ、うん、でいちごさんか猫さんが人狼なんよ、そう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 、俺の見解としてはね、俺はね、レッツは何やったっけ、ま、俺村人、村人で今あの占い師が出てこないってことはもうチョンさんは占い師でもう信じていいと思うよって考えたら、残りの俺以外の3人で考えたらゴッドさんはもう除外されてるから、イチゴか猫なんよ。で今ゲーム的には2回連続こう人狼がイチゴさん来てたから、その3回目って確率は低いから、まあ確率的に言ったら猫さんが人狼という確率は高いぜ。なるほど、見てこの生き生きした俺の目。まあ分からんと、バカお前、お前バカ、お前ちょっと考えが甘いよ、考えが甘いってことはさ、この二人強人の可能性あるんよ。もう違う、猫お前強人やろ。違う。ただ終了です。ではそれぞれ投票する人のカラーを上げてください。レッドさん3票でレッドさんの処刑が決まりました。レッドさん お疲れ様でした。お前ら後悔するぞ。はい、では皆さん伏せてください。おーほらでは皆さん顔を上げてください。朝が来ました。ゴッドさんが襲撃されました。お疲れ様でした。それでは皆さん3分間話し合ってください。ジョーさん誰占った？スタートです。占ったやつ先に言っていい？うん、いいよ。ジョーさん、もうお前ら何も喋るな。もう喋らんわ。いいか俺守ってくれ。俺はなんかどう考えても人道に不利だと思うんだよな。なんかちょっと猫さん、俺占ってくれ、俺守ってくれた。いや俺騎士じゃないよ。騎士はゴッドさん。いや、でもそれやったらなんでイチゴがなんで俺を殺さんの？俺も思ったんよな。だからゴッドさんが騎士やったらチョンさんを守るやろ。ゴッドさんが騎士なら、で待って、ちょっと待ってよ。多分違う、占い師はチョンじゃねえな。え？なあ、待って、お前バカな、なあ、もうどう考えてももう占い師しかないやろこれが。なあ、なあ、俺はもうこの会話で潔く諦めてるわけ。お前さ、え？ダメやろ、諦めるとかなしだろ。人道に諦めるなんかないからな。だってもう、なんで諦めろ、お前。俺を占ってるわけやって。なんで諦める？もう言っていい？落とし入れろよ。もうな、このクソみてえなな、狂人が死んだ時点で、違う。クソみてえな狂人が死んだせいで、もう俺しかおらんわけや、もう。調査がなっとるし。バカ、違う。考えろ、よく。何？俺ら勝てるぞ。俺ら勝てる。勝てるぞ。勝てるの？最後の多数決まで待てば俺らは勝てるの？わかる？待って、それならだってかる、その時点で俺らが勝ちって決まりやろ、はい、2-1やもん。はい、人狼です。違う、勝てるの？俺らは。でも俺らこれ勝ちってこと？人狼です。うん、だって、勝ったも同然や。だって、村人がさ、死んで、騎士が死んだんならもう人狼と狂人の勝ちってことやろ？そうで？なあ。あ、そうか。そうで、だってもう勝てるのって言ってや。あ、そうなん、人狼さん。あなた人狼さんやろ？なあ。だって、僕は人狼じゃない。僕は人狼じゃない。狂人はどうやったら勝ちになる？え、どういうこと？だけ人狼が勝てば。これもう2対1の時点で俺らの勝ちってことやろ？そういうことや。いや、猫さん。猫さんが強人だよ。俺も負けや。俺強人だよ。強人やけ、要するにもうこの緑を出せば勝ちってことやろ。そういうことや。ならもうこれする必要なくね。ただ、そう、そう思うよ。そうなんよ。だから、俺強人。猫さんは俺を喜ばせて、青を出すな、こいつ。な。違うわ。だって、お前さっきの多数決で青出したもんな。だって俺は、レッドが、では、投
票を獲得したら手を挙げてください。はーい、何でお前が早く挙げろよ。では投票する人の色を挙げてください。チョンさん2票でチョンさんの処刑が決まりました。お疲れ様でした。え、どうやって、ね、猫さん強靭だ。誰が、なんで俺を殺すんや。おい、お前さ、お前はな、俺一般人だぜ。死んでおうと思ったよ。お前一般人だぜ、俺バカか。猫が急に勝ちやで、ね、みたいな。では皆さん伏せてください。皆さん顔を上げてください。それでは3分間話し合い始まります。スタートです。はい、みんな聞いてくれ、はい、俺は占い師で占ったぜ。誰を？猫さん。待って、誰を聞く前にみんなの役職。あ、猫さん役職何？占い師。レッツさん誰やった？あ、待って、猫さん誰占った？俺は猫さん占った。で、何やった？この人は黒です。猫さん誰占った？いちごさんを占いました。何でした？いちごさんが今さっきから人狼だったんで占いました。今回は人狼じゃありません、うん、そりゃそうですよ、猫さん黒ですから。皆さん、食欲の秋がやってきました。皆さん、食欲の秋って言ったらやっぱりみんな食べたくなる時期ですよね。どんな話だ？はい、私占いました。もういい、占いじゃいらん、そんな。みんな美味しいね、さぞかし。こいつ狂人か人狼やろ。で、猫さん誰占ったん？はい、レッドさんです。何でした？レッドさん人狼です。俺人狼。いや、俺だって占い師で、俺猫さん占って黒やったんで。食欲の秋っていうのは怖いよね。レッドさん、人間が食べたいんだろうね。はいはい、はいはい、じゃあもう聞いて、うん、占い師です。いいよ、もういいよ。待って、もういいよ。いちごさん占いました。おお、うん。あ、そっか、狂人ですって言っても信用できらんのよな。うん。え、狂人は狂人で出らんけんな。え、でもな、俺猫さん占っても黒やったんで。占いじゃないよね。ただレッドさん、レッドさん黒だから。俺は赤だよ。いや、あなた赤だけど。でも、俺占い師で猫さん占ったら黒で出たんで。おー。俺はだって、猫さんが今、ね、猫さんが今、俺を潰したがる？いや、潰したがるって俺が占い師やからよ。やから、猫さんが、俺が占い師だって。違う。俺、あなた占ったら、あなた黒って出たんだよ、レッドさんは。はい、占い師です。レッドさん誰占ったっけ？何？俺占った。レッドさん誰占ったっけ？俺猫さん占った。猫何やったっけ？占い師。いや、誰占ったっけ？猫なんて、ね、なんて出たの？黒ってよ。違う、いちごが村人やろ？村人側やろ？人狼じゃないやろ？うん、人狼じゃない。いちごは人狼じゃないよ。で、いちごが。レッドは猫がなんて出たっけ？猫さんは黒で出た。だから人狼、俺の中では猫さんはもう人狼って出とんのよ。あの騎士の騎士のご終了です。では皆さん投票のカラーを提示してください。こいつだろ、もうこいつだよ。割れたので、あともう1分追加で話し合いしてください、うん、では1分スタートです。ゴッドさん、俺が占い師。いや、完全に騎士やけん。レッドさん黒で出てますから。ゴッドさんが騎士やけん。俺もレッドが怪しい。でも俺、猫さん占って黒やったんで。守ってくれればいいんよ。だってゴッドさん聞いてみ。まだ負けるな。ゴッドさん聞いてみ。レッド、今さっきから俺のことをずっと黒しか言わないよ。だって占いで出たもん。なんか黒が出たもん。黒が出たもん。ゴッドさん騎士やろ。いや、俺、レッドは村人やったっけ。レッドは狂人。
強人じゃねえよ、占いやと思ったけど。じゃあイチゴにするか。占い師は俺です。でもイチゴ殺して人狼に騎士殺されたら、まあ困るな。あ、でもそれでも勝てるんか。レッドさんが黒出して俺が黒出しゃ、それでもいいけど仲間が減るぞ、村人側の。占いで、だから次占いできんよ。終了です。でもそれは本当の話やからな。はい、では皆さん投票するカラーを提示してください。はい、ありがとうございます。猫さん3票で猫さんの処刑が決定しました。猫さんお疲れ様でした。後悔しろよ。はい、では皆さん伏せてください。夜が来ます。おでは皆さん顔を上げてください。朝が来ました。いちごさんが襲撃されました。いちごさんお疲れ様でした。バカ野郎。はい、では3分間の話し合いがスタートします。マジでわからんなったな。スタート。マジでわからんなったな。ゴッドさん本当騎士？俺騎士。まさかの誰守った騎士。俺赤い人。もう正直猫さんが死んだ時点で赤い人嘘ついてるの分かったけんな。俺がまあここで人狼が生き残っとると信じて俺は狂人だよ。また占っとく人も変えとけばよかった。俺占い師って言ったけど実は占い師じゃない。やろうな。そう、俺も占ったの間違えたな。俺はもう今これ賭けに出てます。人狼さん、私と手を組みましょう。人狼が生き残ってることを祈って俺は今お願いをしている。もう俺ポーカーフェイスとかそういうのをやり取りできないから、もう賭けです。レッドさんやっぱ人狼じゃねえってことは俺と手を組めばいいってことやな。人狼？ Yes, I am. Oh, yeah. Yeah. 本当にそれでいいと思うの？いいと思うよ。あぶねえ。本当に？仮に、チョンさんが人狼やったとしたら、まあ、あれだよね。もう、チョンさんは、ゴッドさんを選んでくれると、私は信じている。うん。本当に？うん。でも人狼やったらもう関係ねえで。黄色出したらうちらが勝つけん。まあもうあとは、その、どうするかよね。もう俺は今、チョンさんが人狼ってとりあえず信じてるから、もうチョンさんが俺の味方をしてくれれば、黄色を出してくれると信じております。俺は黄色を出す。ゴッドさん何出す？俺緑出す。じゃあ俺赤出す。じゃあ終わらんでできるで。どうする？それは終わらんな、そうなると。終わらんで。でも俺は黄色を出す。絶対黄色を出す。もう俺はチョンさん、もう俺は駆け引き本当に苦手だから。もうチョンさんが人狼ってことを信じて、黄色を出す。だって信じて俺が人狼で、ゴッドさんが人狼なんかな。違うよ、絶対違うよ。終了です。絶対違うよ。では投票するカラーを選んでください。チョンさんそれ何？黄色。ゴッドさん2票でゴッドさんの処刑が決定しました。ゴッドさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます、人狼の勝利です。やったかった。
わ、マジか。俺レッドがさ、占い師やと思ってレッド潰しにかかろうって。そうやろ、俺が自信満々で占い師出るときには占い師って思うやろ。やけさ、前が狂人か。やけさ、さっきさ、あの猫さんが死んだ後にあのいちごさん生き残っとったらどうしようって思ったよ。俺猫さん黒っつっとるにさ、やっぱ猫を殺したのが大きかった。大きいな、大きいな。それ大きかったの忘れちゃった。視聴者の皆さん、レッドはやればできるんですよ。はい、ということでね、皆さんのね、高度なこのやりとり、皆さんどうでしたでしょうか。高度なやりとり、やっぱ、うん、やっぱね、最初から最後までレッドさんにかき乱されたよね。そう、うん、ある意味強靭ですね、うん、私。けどもうちょっとやっぱ人数が欲しい。そう、人数欲しいですね。常に強靭。なので、次回一応YouTuber でコラボで LINE のビデオ通話でできる人をちょっと候補を挙げてるので、その人たちとまあコラボで人狼ができたらなと思っておりますので、皆さん次回にご期待ください。それではあなたのリモートライフが楽しくなるように、レッツ人狼エンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、ツイッター、インスタグラムもやっていて、動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる方がいましたらフォローもよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。青色はイチゴ、赤色はレッド、メロン色はジョン、レモンはゴッド、ブラックはブラック。お前は猫です。